明日は寒冷前線の影響で東日本や北日本で雨風が強まりそうです。山口さん、明日も注意が必要となりそうですね、はい、そうですね、特に午前中がまあピークということになるんですけれども、はい、まあ、天気図まずご覧ください。これが今日の、はい、15時の実況天気図となります。今日は大陸に低気圧がありまして、そこから伸びる前線、温暖前線と寒冷前線が日本列島付近にあるんですけども、そのうちのこの青い線、寒冷前線ですね、これが今東の方に進んでおります。で、明日の朝にはどこまで来るかなんですけれども、明日の朝は北海道東部からですね、関東付近、そしてさらに南の海上に伸びる流れとなります、はい、この前線付近で、まあ、特に雨あるいは、ね、風もまたあちこちでこう強まるということになるんですけども、そのうちの雨の様子、午前0時以降で見ていきます、ご覧の通り黄色オレンジで表現される活発な雲が、明日の未明にかけてはこの中部地方、はい、また明日の早朝ピークに東北の日本海側にかかります。さらにその後、明日の朝通勤通学時間帯は関東や東北の太平洋側が雨のピークとなる見込みでして、はい、お昼ぐらいになると全体的に海上に離れていくということになります。で、そういったまあ強い雨が順次こう東の方に動いていく中で、明日はですね、雨とともに風も注意です。これ明日午前9時の風予想で、関東は朝をピークにあり風がかなり強まります。南風で平均10メートル以上ですね、はい、でさらに北陸ですとか北日本も、ところどころで平均10メートル以上の風が吹いてくる見込みです。飛びやすいものは建物の中に片付けるとか、あとね、ちょうど通勤通学時間帯ですからね、鉄道への影響が出てくる可能性もありますので、はい、特に、まあ、北陸ですとかね、関東が、まあ、その対象になるかというふうに思います。最新の交通情報にも注意となりそうです。はい、わかりました。明日も情報はご注意ください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。